こんにちは、東京リベンジャーズ解説動画チャンネルのなーちゃんです。2週間ぶりとなった今週の通り部は、ココの切ないセリフやパーチンのマイキーへの思いなどに涙なしでは読めない展開が続きました。今回はそんな252話について前回の振り返りとともに解説していきます。またマイキーが笑う意味についても考察しているので、ぜひ最後までご覧ください。なお、ネタバレの内容を含みますのでご注意ください。前回のあらすじ。元ブラックドラゴンのレジェンド2人を相手にしているイヌピー、かなり追い詰められた状況でしたが、何がブラフマンだよ、あんたらのど真ん中は初代ブラックドラゴンだろうがよと二人を殴り、自分のど真ん中は初代ブラックドラゴンにあり、その思いは竹道に託したこと、そしてそんな竹道が総長を務める二代目東京卍会は初代ブラックドラゴンと同じ魂を持っているのだと叫びます。だからこそイヌピーは関東卍会に負けるわけにはいかず踏ん張っていたのです。そんなイヌピーを助けに入るか否か迷っていたココ。ココを足止めしていたのは、犬池が火事に見舞われたあの日、イヌピーより茜を選んだ自分が、今ここでイヌピーの肩を持つというのは虫が良すぎるのではないか、という思いでした。そんなココに、早く手貸せ、マブだろ、と言い切ったイヌピー。そしてさらに、茜が、いい加減自分の好きなように生きなよ、ありがとうはじめくん、と微笑みかけたことで、自分がずっと意地を張っていたのだと気づいたココ。弁慶を殴り飛ばし、イヌピーに加勢することを決めます。そんな様子をコンテナの上から見守っていたマイキーが、ハンマに、後片付け頼んだぞ、と告げると、ハンマは早速、関東卍会の幹部を倒したばかりの千冬たちのもとに現れ、宣戦布告。そして、マイキーの前にはパーチンが登場し、マイキー対パーチンの創設メンバー対決がスタートしたところで、251話は終了しました。今回のあらすじ。ついにマイキーと対峙したパーチン。相棒のベイヤンは関東卍会メンバーを一人で相手しながら、いつものお前で行けと声をかけ、タイマンを見守ります。お前に挑むのは中1以来だな、というパーチンに、死ぬ気で来いよパーと特攻服を脱ぎ捨てたマイキー。パーチンも覚悟を決め向かっていきます。一方、ハンマと戦っていた千冬、三ツ矢、八海、あっくん。八海とあっくんが倒されてしまい、三ツ矢と千冬もすでにボロボロの状態でしたが、ハンマは無傷のまま。思えばハンマは、八三構想ではマイキーを足止めし、関東事変終盤でも、キサキと共にバイクで転倒し、頭部を負傷した状態でドラケンを足止めした、作中最強クラスのキャラクターです。この状態では、三ツ矢と千冬もハンマに負けてしまいそうな雰囲気ですが、251話を解説した動画にいただいたコメントの通り、川田兄弟が助けに入ってきてくれたりするのかもしれません。その裏で、若、弁慶と対峙していたイヌピーとココ。ココに殴られた弁慶が、味方のはずのてめえが何してくれてんだ、と言うと、ここはきっぱり、ここのいはじめは今をもって関東卍会を辞めると宣言。自分のために関東卍会を辞めたココにイヌピーは謝りますが、ココは謝るのは俺だとこれまで抱えてきた思いを吐露します。火事でひどい火傷を負ったココが思いを寄せていたイヌピーの姉茜。茜の高額な治療費を稼ぐため、ココは金を作る天才となりましたが、
ココがお金を稼ぎきる前に、アカネは亡くなってしまいました。こうしてアカネを助けられなかったココは、その死を受け入れることができず、ずっとイヌピーにアカネを重ねて、金がすべてだと思い込むことで、楽になろうとしてきたのだといいます。そんなココの思いを察しつつ、決して見捨てなかったイヌピー。歩む道が分かれた時も、ココ、幸せか?アカネを忘れる人生もあるんだぜ、と伝えるなど、ずっとココを心配していました。ココは、俺はアカネさんを忘れる。今度こそ俺がお前に尽くしたい、と。アカネを忘れる覚悟、そして、ずっと支えてくれたイヌピーに恩を返したいのだと、誠実な気持ちを伝えるのでした。その思いを受け止めたイヌピーは、生きる伝説を相手にしている状況を見て、本当にいいのか、ココ。こっちに来たら負け馬だぜ、と問いかけますが、ココは、それに乗るのがマブだろ、と言い切りました。三天戦争後に会った時は、マイキーについていれば勝ち馬に乗ってるようなものであり、それを幸せと言っていたココが、親友と共に地獄に落ちていくかもしれない道を選んだのでした。ココの本当の幸せは、イヌピーあってこそのものなのだなと感じ、かなりグッときました。場面は、マイキー対パーチンの戦いに戻ります。息も上がっていないマイキーに対し、ボロボロのパーチン。それでも、俺はお前のおかげでワクワクしたよ、と、マイキーへの思いをぶつけるように、必死に向かっていき、東満に誘ってくれた時も、お前のケツ折って東満をでかくしていくのも、と、一つ一つ思い出を振り返るように、涙を浮かべながら拳を振るパーチン。マイキーの強烈な蹴りを食らうも、倒れることなく受け止めて、俺、バカだから。お前が何したいのかなんてわかんねえ。俺は、お前が笑ってんなら、どうなったっていいんだ。みんな、お前が大好きだから。そう言って微笑みました。パーチンの言う通り、これは、東満のみんなが思っていることです。しかし、マイキーは、表情一つ変えることはありません。そんなマイキーに、マイキー、今、楽しいかよ、と問いかけた後、パーチンはその場に倒れてしまいました。マイキーが笑う意味。今週は、ココがアカネさんを忘れると言ったあたりから、ずっと胸が締め付けられた非常に切ない回でしたが、中でもやはり、パーチンがマイキーにかけた言葉には泣かされました。俺、バカだから、といつものセリフから始まり、マイキーが何をしたいのかはわからないけど、とにかくマイキーが笑ってくれるならどうなったっていい。マイキーが笑ってくれるなら頑張れる。自分も、東満のみんなも、ただただマイキーが大好きだから同じ気持ちなのだと、パーチンらしい言葉で伝えたシーンは、東京リベンジャーズ史上に残る名シーンではないかと思います。とにかくマイキーに笑っていてほしいと思うパーチン。ですが、マイキーの方も、今こうしてみんなの元を離れているのは、自分の中にある黒い衝動の暴走で、みんなを傷つけてしまうのが怖いから。つまり、大好きなみんなの笑顔を守りたかったからです。本当はお互いがお互いを思い合っているのに、マイキーがいなければみんなだって笑えないのに、すれ違い続けている現状が切なくてなりません。また、最後にパーチンが問いかけた、今、楽しいかよ、というセリフは、83構想でマイキーがペーヤンに言った、俺を見ろ、笑ってるか?パーチンが捕まって、笑ってるかよ、というセリフと重なる部分がありますよね。パーチンがいなくなって、笑えなくなったマイキー。マイキーが笑っていてさえくれれば、
どうなったっていいと思うパーチン。そんな二人を見て、ペーヤンも涙していました。久しぶりに描かれたマイキーの笑顔にグッときたのですが、思えばマイキーは辛い時ほど笑う人であり、マイキーが笑ってくれるから頑張れるという、みんなの思いを背負い、みんなのためにずっと笑顔でいたのかもしれないとも思いました。みんなの笑顔のため、それこそがマイキーが笑う意味だったのではないでしょうか。そんなマイキーが救われるような展開になってほしいと祈っているのですが、今回のタイトル、ブリングバックは、連れ戻すという意味があります。たとえ今すぐではなくとも、今回のパーチンの言葉がマイキーに届き、それがきっかけとなってマイキーを連れ戻すことができるという伏線ではないかと期待しています。ご視聴ありがとうございました。これからも毎週マガジン発売日に最新話解説動画を更新し、他にもたくさんの通り部動画を上げていくので、チャンネル登録もお願いいたします。